さて今日はですね、車中泊でもう一番ベストなポータブル電源の選び方、使い方っていうのをね、皆さんに紹介していきたいと思います。ここ数年ね、車中泊にポータブル電源ってもうね、必須アイテムになりましたね。これがあるだけで全然車中泊の快適さが格段に変わってきますよ。なぜかっていうと、やっぱりね、家電製品がね、車中泊でも使えるっていうのが大きな魅力だと思うんですけども、その中でもね、池さんが一番おすすめするポータブル電源っていうのをご紹介していきたいと思うんですが、まずね、最近ってすごいさ、超大容量のポータブルバッテリーってめっちゃ話題になってて、まあいろんなメーカーからね、様々な製品が出てると思うんですよ。例えば以前僕の動画でも紹介したんですけども、あのブルッティのさ EB150 って言って、1500ワットアワーもあるさ、超でっかいやつ。それから最近だと GP シリーズね、有名な人気のやつかな、 GP シリーズの1500っていうね、1700ワットアワーなんていう、またバッカでかいのも出てたり、スアオキも G1000 とかね、 G1200 シリーズ出てるでしょ。それから EF デルタが1200ワットアワーっていうね、またでっかいの出してるんだよね。まあこれだけのね、大容量、そして高出力のバッテリーが、ポータブル電源があれば、もうね、ありとあらゆる家電がね、利用できるようになるので、もうそれはもうめちゃめちゃ車中泊が便利になると思うんですよ。例えば、あ、女性だったら、あるいは私、ドライヤーね、ブオードライヤーが使えたりとか、最近のやつほんとさ、高出力だから IH 使えちゃったりするじゃない。その他にももちろんだけど、電子レンジもさ動いちゃったりとかするし、とにかく容量が大きければ大きいほど、どん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 便利になっていくんだよね。さらに皆さん多分ね、災害時にも活躍できるっていうことを想定して、大容量、超大容量バッテリーとかを購入されるんだと思うんですね。そういう時にはね、本当に役に立つかと思うんですけれども、そもそもね、みんなの車中泊スタイルにそんな超大容量のバッテリーって必要ですか、というところから少し解説したいと思いますね。まずね、当然だけども、超容量が大きくなるってことは、当然箱もでかくなりますよね。前回僕がブルーティーの EB150 を紹介した時にもはっきり申し上げております。まずね、場所を取りすぎる。さらにあのバッテリーに関しては25キロぐらいだっけ、もうね、すっごい重たかったんだよね。なので女性や子供がそもそも簡単に、ま、持ち運びできるようなサイズ、重さじゃなくなってしまいます。軽バンで車中泊やられたりとか、それからミニバンね、セレナとかボクシーとか、あのサイズでやられてる方たちってやっぱり車小さいから、あんなでっかいバッテリー相当場所食っちゃうでしょ。それで重い、イコール邪魔くさい、これが本音。それからね、それだけの大きなバッテリーを持ち歩いたところで、本当にそれを全部消費するぐらいの必要なシーンってありますか、っていうところに一回立ち返って考えてみないといけないかなっていうのも思います。それと、まあ、あの容量に関わらず、ソーラーパネルとかであの充電もできますよっていうのもね、一つ売りであるし魅力だと思うんですけども、ソーラーパネルでチャージするほど、そんな長期間の車中泊の旅って行かれます？本当にソーラーパネルが必要なほどの長期間の旅とかってします？実は通年を通して見てみても、そんなに皆さん長期の車中泊とかって行かれること少ないですよね。多分多くても4泊5泊なかなかいるのかな、4泊とか。我が家にしてみると1週間から10日っていうね、ちょっと中長期の車中泊をやるので、ちょっと大きめのやつがあるとすごく助かるんですけども、そんな僕たちですら実は1500ワットアワーなんてあんまり必要なかったっていうのが今までの経験にもあるんですね。そこで池さんがおすすめする最も使い勝手が良く、コスパも良いポータブル電源ね、を今日はご紹介し合いたいと思います。今日紹介するポータブルバッテリーは
こちらです。ヒューマンのスマート500というね、リリースしたばかりのバッテリーをね、紹介しちゃいたいと思います。こちら前回にもヒューマンのバッテリーね、紹介してるんですけども、それがね 500Wh っていう容量だったのに対し、なんとこちら 643Wh。 微妙、増えた部分はちょっと微妙、そんなにねボカーンと大容量になったわけじゃないですね。 643Wh ですね。ちょっとこのバッテリーのスペック詳細を紹介していきたいと思います。今回のバッテリーの魅力的な部分は非接触充電機能。ちょこちゃん、ここにてっぺんね、ここにね、あのスマートフォンを置くだけで充電開始します。なんですけども、ちょっと問題点というか懸念点は、この取っ手をさ、こういうアーチ状の固定の取っ手にしたことで、ここからこうスライドさせておくんだけど、 iPhone11 だとね、結構ねカバーとかついてると大きさがギリギリでね、ちょっとね置きにくい、セットしにくいっていうところがあります。これメーカーさんね、要改善点ですね。この取っ手をね固定にしないで、前みたいに倒れるようにするとかしてあげないとちょっと使いにくいっていうところがありますが、まあそうすることでケーブルレスでもねチャージができます。次にここもねすごく重要、皆さん純制限波仕様になってるんだけど、つまり純制限波っていうのにしてあげないと、家電製品でね使えないのがいくつか出てきたりとかするので注意してくださいね。結構大事なポイントです。それから、入出力のポートね、これねすごくいいところはね、 USB のね出力ポートがねすげえいっぱいあって、まず一つ目ね、ここあの USB-C で、あのパワーデリバリーつってさ、 MacBook とかの電源を直接取れるんだけど、 60W も出力があるので、直接ねこっからノートブックとかにもね電源が取れます。めちゃめちゃこれ便利。それから USB3.0 なのかな、クイックチャージタイプなのでね、急速充電ができるタイプ。それから 2.4A の、USB が3ポートっていうかわけで、合計5つもねポートがあるの。これねすごく便利。その他に 100V は2口、それから、12V はソケットとプラグ2口ね、こういう風になってます。で今回もね LED ついてるんですけど、パン、明るい、さらに点滅っていう、この3タイプが選べる LED もついてるんですけど、使い勝手は全然良くないです。広く照らせる照明の方が僕は使いやすかったなっていうふうに思ってるんですけども、まあこういう魅力というか機能が備わっておりますね。で、これね約ね 5.8kg、 池さんなんかにしてみると片手で余裕で持ち歩けるんですね。なので女性とか子供とかも、持ち運んだりとか移動したりとかねするのがすごく簡単に容易にできるので、やはりこのコンパクトで軽量っていうのはすごく大事なポイントだと思ってます。でね、今回のやつはね保護機能が、これ安全保護機能っていうのかついていて、以前のタイプよりも安全性が優れているのではありますが、ここはねちょっと僕のね中ではね不満な部分ではあったんですけども、ある一定の時間通電してないっていうことを確認すると、自動的に電源をオフにしてくれる機能があるんだよね。でこれが実は厄介で、例えばね今のさポータブル冷蔵庫って、そもそもの保冷性能っていうのが高いからさ、設定温度まで冷えると一回コンプレッサー止めるんだよね。で、自身の保冷機能でキープしといて、また少し庫内の温度が上がるとまた冷やし始めるっていう動作をするので、電源が通ってない時がね出てくるわけよ。そうするとこのバッテリー、あ電源使ってませんねって判断してオフにしちゃうんだよね。もう電源がオフになっちゃってる状態になるので、冷蔵庫として機能してくれなくなっちゃうっていうデメリットが発見されました。これ同じく炊飯器でご飯を炊いてた時も同じことが起こって、まだねお米炊いてる最中にね電源がオフになっちゃったことがあって、これが多分ねバッテリーの保護機能が働いたんだろうなと思ったので、これ良くも悪くもっていうところが正直あるかなと思いますので、購入された時はねそこちょっと注意した方がいいかもしれないですね。でね 640Wh ぐらいの、まあ大きな容量あるんですけども、まあ、大体使える目安としてね、よくあの電気毛布を目安にされると思うんですね。なんで、実際に使った、使用感ですけども、最高出力 80W の電気毛布を
中にして出力ずっとね 40W の状態で一晩使ったことがあります。その時7時間半から8時間使用して 40% の消費でした。なのでこのヒューマンのバッテリーだったら2晩ぐらいは電気毛布を使えるっていう容量になるかと思います。一つの目安にしてくれればと思います。最大出力は 1000W まであるので 1000W 以下の家電製品であれば何でも使えます。純制限派なんでね、それぐらいの容量です。はい、今日ね皆さんに一番お話ししたかったのはその 1000Wh 以上の超大容量のポータブル電源を買うんだったらば 500Wh ぐらいの容量の、ポータブル電源を2台買った方が圧倒的に使い勝手がいいよっていうことをね皆さんにね紹介したかったんですね。なのでうちはこのポータブルバッテリーともう1台同じくねフューマンのね500っていうポータブルバッテリーを2台使用しています。 500Wh と 640Wh の2台使いをしてるんですけど、こうすることで最初にも話した通り女性とか子供でも簡単に持ち運びができるんですね。なので1台は例えば外で電源として使う、もう1台は車内で使うっていう風に1回の車中泊でも使用場所を変えて電源を取ることができたりする。これって実はキャンプ場とかさ RV パークとかそれからカーステイとかを使って車中泊するときってみんな外でさ調理をしたり食事をしたりっていう風にね車内とね二手に分かれると思うんですよね。でも両方で電源が欲しいって言ったときにこうやって2つ持っているっていうのはすごくね使い勝手がいいです。これはもうね僕らがね今まで、いろんなバッテリーを使ってみた中でもうベストな使い方だと思っています。 500Wh を2つ用意して、それぞれの役割を与えてあげるっていうね。でその時に子供も女性も手軽に持ち運べるぐらいのコンパクトさがあるっていうことが実は、快適な車中泊においてすごく重要なポイントだというふうに思ってますよ。まあ、もしね万が一片方が故障しちゃったと動かなくなっちゃったって時も、まあ、もう一個があるとすごく安心でしょ。さらにね、まあ、大体今ねちょっと安いポータブルバッテリーも出てきてると思うんですけども、このタイプで5万円から6万円ぐらい 500Wh のバッテリーって大体相場そのぐらいだと思うので、要は超大容量のやつとかも10万円からそれから15万円ぐらいのレンジで販売されてると思うので、であればこの500Wh サイズのバッテリーを2台買ってもそんなにコスパ的には変わらないか、もう少し安く抑えて用意できると思います。さあというわけで、僕がね今回お話ご紹介させてもらったのはこの 500Wh クラスのコンパクトバッテリーを2台所有するのが一番車中泊を快適にする、使い方ですよっていうことをお話しさせていただきましたけども、今の車中泊シーンでもうね必要不可欠になったポータブル電源なので、自分たちの車中泊スタイルね、あとは車の大きさとかねそういうのも加味してマッチする大きさそれから機能容量っていうのを持ったポータブル電源を選んで皆さんの車中泊がもっともっと快適に楽しめるものになりますように。今日はここまで。Bye. Dude, that father is 10 men permed.